スノーマン山本、深沢達也、千夏、山本舞香、に思い伝えられるか、今日からラブリーマン。アイドルグループスノーマンの深沢達也がドラマ単独初主演を務める、テレビ朝日系ドラマ、今日からヒットマンのスピンオフ作品、今日からラブリーマン第3話がこの旅テラサ、テラサ、で配信された。深沢達也主演、今日からラブリーマン第3話配信スタート。今日からヒットマンは、 武藤博士氏によるガンアクション漫画を実写化するアクションコメディドラマ。ある日突然大事件に巻き込まれて伝説の殺し屋、二丁の名を継ぐことになった平凡なサラリーマン稲葉重吉、相葉正樹が、愛する家族を守るためにサラリーマンとヒットマンの二重生活を送り、家族にバレないように裏社会で奮闘する。そんな今作で深沢が演じているのが、 十吉をたびたび困惑させるダメダメな部下山本テルキュー。ちなつ山本舞香と同様に十吉をあらゆる場面で振り回すトラブルメーカーとなっている。スピンオフ作品今日からラブリーマン第1話、第2話は配信翌日にテラサでの再生数が1位に。第2話は深澤演じる山本のウェディングドレス姿が大きな反響を呼んだ。スピンオフ第3話では 一度は諦めたものの、謎の男金髪、小ぎネキータと馴れ馴れしい感じでいるところをたまたま目撃してしまったために、地夏への思いが再び爆発する山本。早速彼女を取り戻すべく暴走気味の妄想は加速していくが、なんと山本の手からビームが発射され、金髪が夜空の彼方へと吹っ飛ばされることに。